火災予防、安全安心、電池式のろうそく1 0用意しております金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が転職なかった後期でございます2022年1月の15日、今日は土曜日 今ちょうど6時12分、12分の朝動画でございます。今日外マイナス1度、今季初めてマイナスでございます。しかしですね、ありがたいことにこちら、電池式の、今これ、やっぱり売れております、電池ろうそく、電池先行知のもあるんですよ。 これであの、すいません。大きいのもあります。これ2倍、4センチ、4.5センチですけど、直径がですね。これもうちょっと6センチ以上の大きい、一倍、二倍ぐらい大きいのもありますけど、それはちょっとすいません。今、売り切れでですね、今ちっちゃいあるしかないんですけど、まあ、こういう形でですね、やっぱり何回いながらこれ今売れてますね。あとですね、あまあ、これ値段が1100円、どっちも1100円ですね。それと、こちらが、 これ、私はこちらの方がいいと思うんですけどね、これ、はあの、コード式の電気。やっぱ電池式っていうか、電池交換とかがめんどくさかったりしますけど、これ、交換する必要ないコード式ですね。これ、2本立て、高さが21センチ。で、これが、えー、5980円って形になってるなんバヤカイやかんや言いながら売れますね。やっぱり、あの、やっぱ熊本地震から増えました、熊本は。 それと、やはり今はやっぱ火災予防ですね。それとやっぱ高齢者の方が、やっぱ火が危ない方がいらっしゃいますからね。まあそういう方々向けに今よく出ております。安全安心電池電気ろうそく専攻もあります。はい。えー、売れてます。1100円。 火災予防。で、あとですね、老人ホーム、介護施設はやっぱ火を使えないところがあるんですよね。これ便利ですね。それとマンション。マンションも最近火が焚けないそうですね。うちはもうマンションとか、廃、うん、からとこ住んだことはなかったもんだけんですね。はい。マンション用にもとても便利だと思います。それとペット供養。やっぱ今多いですね。ワンちゃん、まあ家族ですからね、あれはですね。 もう本当、私は思います。ですから、ペットちゃんの供養にもとても喜ばせて、あの天国の今度ペットちゃんがですね、あの皆様は守ってやらせですよ。それは思います。今増えております。はい。で、人吉、あの、あとですね、熊本地震の増し木、仮設住宅でもですね、やっぱりこれは使っていただいているそうですね。やはりあそこもやっぱりロウソク線香使えないとのことでございます。はい。で、あの。電 電池、電気、両方用意しておりますあの。電池、ろうそく、電気、ろうそくですね。あのまあ、これはお好きな方を選んでいただいていいと思いますね。こちらが電池式のろうそくですね。はい。それと、これは電気、コード式のろうそく。これはお客様の好みがありますからね。まあ、こういう形でですね、各種取り揃えております。あの、年中無休で販売しております。一つつ皆様、よろしくお願い。 申し上げます。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ご発展。お祈り申し上げます。